はい、そしたら次はですね、新潮先生に聞ける27番目の後半のですね、120件のコメントの中からですね、ピックアップして、新潮に関する疑問に答えていきたいと思います。次ですね、H さん。1年で10センチ、もう1年で5センチ、もう1年で5センチのように伸び率が維持されることってありますかってことなんですけど、全然あります。いつまでお伝えしている通り、一般的には、思春期の後半になってくると、身長伸び率っていうのはね、前年の半減していくことが推定されるため、10センチ、5センチ、2.5 センチな感じでね、なっていくんですけども、それはあくまで一般論であって、それはですね、全員に当てはまるわけではありませんので、10センチ、5センチ、5センチの人はもちろんいらっしゃると思います。はい、次 T さんですね。思春期症状が全て出たら身長が止まるのか、ある程度出たら止まるのか、どっちですかってことですね。こちら面白い質問ですね。思春期症状は確かにいろいろあるわけですね。例えば男性であれば、陰毛、脇毛、髭もですね、いろんな部位があって。例えば髭とかはですね、18歳以降も私自身もそうでしたけども、ずっと濃くなり続けましたので、まあそういった意味だと、ある程度出た時点で身長としては止まってるっていう表現がね、おそらく正しいのではないかなというふうに思うんですけども、ただね、出た瞬間に身長止まるとか、そういった心配はないと思います。はい、次 A さん。小学校6年生の男子です。父親の身長極端に小さいので心配しています。身長予測お願いしますということで、7歳から12歳ね、3ヶ月までのデータをいただいていますと。こちらもいつも通り成長シートを使いながらね、予測していきたいと思います。今回はですね、7歳から10歳半ぐらいですね、見てみると、だいたい日本人の平均的身長伸びをしていて、最終身長は 170.4 から 171.9 のペースでいらっしゃったような形になります。それに対してその後ですね、まあ、10歳6ヶ月から思春期がやや早い時期から、おそらくちょっと始まってきたことが推定されて、ぐーっと右にシフトしていらっしゃる。まあ、それに対して遺伝身長が 169.5 ということなので、最初に持っている部分からすると、ややこっからですね、逆に反転していって、左側に行く早熟タイプの可能性がやや高いようにも思われます。12歳でね、声変わりが開始ということで、12歳0ヶ月未満で声変わりをすると結構ね、早めの印象という表現になりますので、ほぼ間違いなく早熟傾向が強いのかなというふうに思われますので、今後の身長伸びに関しては多少ですね、注意が必要という表現が正しいと思います。あとはまあやっぱりレントゲンと採血をして、正確にですね、判断していくといいと思います。はい、次、R さん。ここ4ヶ月で足のサイズが2ヶ月ごとに 0.5 センチ大きくなったんですが、足のサイズが大きくなら身長伸びと関係ありますか？週2男子 22.5、23.0、23.5 ということで、まあ 0.5 センチずつ大きくなっているということなんですけども、伸びと関係はもちろんあると思います。ある程度ですね、足に関しては大きい方が当然有利だというふうに考えていただいていいと思いますけど、いかがでしょうか？はい、次ですね。T さん。41で179センチです。高いですね。腰までの高さが110センチあって、上半身が短いですが、上半身はまだ伸びますかってことで。この質問だけでなかなかね、答えるの難しいかなと思うんですけどもね。次ですね、N さん。母親が20歳ぐらいの時に7センチ背が伸びたみたいなのですが、自分もこの1年で 4.5 から5センチ伸びていて、これは晩熟が遺伝していると言えますかってことですね。何歳なのかがわからないので、ちょっと答えるのは難しいですね。ごめんなさい。ぜひね、年齢書いてください。年齢を書くときはですね、月齢まで書いていただくと、よりね、コメントしやすくなります。はい、R さんかな。高2ですがね、大体の毛は中1から中2ぐらいで伸び始めてきましたが、脇毛高2に入って少し経ってから生え始めてきました。これは身長と関係あるのでしょうかとね。ある程度は関係あるというふうに思います。まだ今日もね、早熟の目安、晩熟の目安を発表していきたいと思います。男子の場合ですと、陰毛が11歳、脇毛が13歳、鼻下の髭が13歳、帽子の髭もですね、14歳とかで生えていくとかなり早熟傾向。一方で、晩熟タイプですね。陰毛が14歳、脇毛とか鼻下の髭ですね。こういったところは16歳以上、顎下の髭が17歳以上で生えてくると、かなり晩熟傾向という表現ができるかなというふうに思いますので、この方ですと、高2に入ってから脇毛が生えてきたということで、仮になんですけど、まあ、17歳だというふうにして考えると、比較的この方は晩熟傾向にあるように推定されると思われます。まあ、ただね、他の情報もね、加味しながら実際を検討していくところになると思います。はい、今回ね、この質問をね、最後の質問にしようかな。アイさんですね、以前の動画でも質問させてもらいましたが、身長予測お願いしますということで、今回ですね、12歳3ヶ月から15歳5ヶ月のデータをいただいておりますので、またいつも通りね、成長シートの方にね、当てはめてみたいと思います。直近のデータを見てみると、日本人で平均的にこの身長が伸びていけば、179.5センチのペースにいらっしゃいます。それに対して、お父さんは165、お母さんも170、なので、遺伝身長の方は174センチという表現になります。そういった意味だとね、ここが左に行くのかなというふうに思ったりもするんですけども、ただですね、ここ数年のデータですね、12歳3ヶ月からこの3年間のデータを見てみると、左から右に大きくシフトしているような形になります。お母様は非常に身長が高いことから、もうおそらくお母様に似たという表現で、お母様は晩熟だったんじゃないかなというふうに推定されます。ただし、陰毛や声変わりに関して言うと、13歳過ぎということで、特別すごく晩熟というタイプではないので、ここからまためちゃくちゃ右に行って、185とかに行くかというと、そこまではさすがに行かないんじゃないかな
なっていうところになってくるかなというふうに思いますので、180弱っていう表現でね、予測させていただきます。いかがでしょうか。正確にやるときにやはり採血やレントゲンを取るとより正確だと思います。はい、ということで、今回もね、一生懸命ね、身長に関する疑問にね、バシバシ答えていきました。皆さんもね、身長に関するね、疑問がありましたら、ぜひね、コメント欄の方に記載をお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。